ダフマッケーガンはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、マルチプレイヤー。世界的なロックバンド、ガンズローゼズのベースを担当。主催するバンド、ローデッドでは、ボーカルとギターも務める。また、数々のプロジェクトに参加した実績を持つ。USA、ウェストハリウッドにて、ワシントン州シアトルにて、両家の8人兄弟の末っ子として生まれる。 ダフという名前は子供の頃からのあだ名で近所にも同じマイケルという名の男の子がいたため区別するために母親がつけたもの15歳頃にボンというグループでバンド活動を始めるその後ファストバックスザ・ファーツ10ミニッツ・ウォーニングなどのパンク系バンドを経て1983年に10ミニッツ・ウォーニングの同僚グレッグ・ギルモアと共に プロのミュージシャンを目指し、ロサンゼルスを本拠を移す。その後、新聞広告を通じスラッシュや、スティーブン・アドラーと出会い、ロードクルーというバンドを結成するも、1000人ボーカルが見つからなかったため、すぐに、バンドは、停滞状態に。そこへ、ハリウッド・ローズとエルエーガンズが合併したバンド、ガンズ・ローゼズから声がかかり、加入することとなる。年、 ガンズローゼズの一員として、アルバム、Appetite for Distraction でデビュー。1993年、ソロアルバム、Believe in Me 発表。You ユ a y Illusion t o の合間を縫って完成させた。全パートを自分でこなした曲もあれば、ジェフ・ベック、レニー・クラビッツ、セバスチャン・バックなども参加。1994年に、アルコールの過剰摂取により、急性水炎を患い、 水臓が破裂。一時、死の淵をさまようも、奇跡的に生還。これをきっかけにアルコール及びドラッグを断ち、クリーンになることを決意する。同時に、地元に自宅を構える。1995年、スティーブ・ジョーンズ、ジョン・テイラー、マット・ソーラムと共に、ニューロティック・アウトサイダーズを結成。1996年には、アルバム、ニューロティック・アウトサイダーズを発表。 1997年、ガンズローゼズを脱退。フルスのパンクバンド、10ミニッツ・ウォーニングを復活させ、13年ぶりに活動。1999年、ソロ第2作、ビューティフル・ディジーズを完成させるも、レコード会社との契約上の理由から未発表のまま、お蔵入りとなる。その後ソロ活動を経て、自身のバンド、ローデッドを結成し、 アルバムを2作と EP1 枚を発表。ローデットでは、ボーカルとギターを担当。2001年、赤坂ブリッツにて、かねてから、進行のあった、ルナシーの J 主催のイベント、ファイアワイヤにサプライズ出演し、その後の追加公演にも、スティーブ・ジョーンズやヤン・アストベリーなどと共に、自身もローデットとして参加した。翌2002年には、単独来日公演を行っている。 同じガンズを脱退したスラッシュとマット・ソーラム、モトストーンテンプル・パイロッツのスコット・ウェイランド、ローデットなどにも参加したことのあるデイブ・クシュナーラと共にベルベット・リボルバーを結成。2008年10月19日、埼玉スーパーアリーナで行われたロックフェス、ラウド・パークにダフ・マッケイガン、エス・ローデットの名義で出演した。2010年10月14日、ロンドンのオーニーアリーナで行われた ガンズのコンサートに飛び入り参加し、アクセルローズと13年ぶりの共演を果たした。2012年、ハードロックバンド、ウォーキングペーパーズを結成。2015年、アリス・クーパー、ジョニー・デップ、ジョー・ベリーを中心に発足した、スーパーグループプロジェクト、ハリウッド・ヴァンパイアーズに参加し、ライブツアーの一員としても名を連ねる。2016年、スラッシュと共に、フルス、 ガンズロー n d に、19年ぶりの正式復帰。ウォーキングペーパーズ時代ソロ作品ローデット。ガンズロー n d Roses ニューロティックアウトサイダーズ。1 0ミニッツ・ウォーニングベルベットリボルバー。ウォーキングペーパーズ・ハリウッドヴァンパイアズ。ありがとうございます。